何そのダメ出し。はい、チッパーボロボロになる。今回はですね、ロッテのパイの実クレームブリュレを買ってきました。パイ表面の等価圏 20% 増量、従来品比でカリッとサクサクに2つの食感、今だけの一口スイーツパイをお楽しみくださいって書いてあります。書いてあります。はいね、でなんかね、中のねクリーム、カリッとサクサクのパイが周りに包まれてるそうです。で中にクリーム、何クリーム、カスタード風、あ違う、ホロニガカラメルの、うん、違う、ホロニガカラメル&うん、カスタード風味のチョコだって、うん、チョコも入ってんの、うん、ちょっといろいろと口の中が忙しいことになる、味覚で。森の中にある小さなパイの実ファクトリーからおいしいパイの実をお届けいたします。ではでは、うん、食べよう。では食べましょう。はい、食べましょう。お、また何か入ってる。何が。あ、本当だ、また何か書いてある。で書いてある、つんない、何書いてあるの、つらない、ピントがクレームブリュレ食べてくれだって。へえー、書いてあるの、それまたかよ。え、どこ飛んでったの、ひどいよ。また親父が書いてある。うん。違う。これでどうだ、ピント合うか。うん、あった、うん、ピーって言われた。ああ、ピーってだって。うん、うん、飛んでない、かっこ悪い。まあいいや、食べよう。よいしょ、これ書いてあるよな。まあまあ、まあ、うん、いつも書いてあるよね。そうだね、まあ、今回読まないでおきます。うん、食べよう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 。ちょうだい、ちょうだい。え、ああ、あーてか、あ、でもなんか見た目普通じゃない、ちょっとでも茶色、あれじゃない、黄色っぽくない、黄色っぽいけど、うん、なんか普通の他のパイの実とあんまり変わらない気がする。うん、なのかな、普通のパイの実ってもうちょっと茶色かってない、こんな感じで。確かに言われればそうかもしれない、うん、でもなんかこんな感じじゃないのがちょっと残念かな。ね、うん。どう、うん、ちょっと違うよね、うん、違う、うん、普通のやつと違うよね、うん、なんかもっとあれなのかと思った、うん、ね、では食べていこう。食べよ。食べていこう。食べていこう。うん。あ、これちゃんと味が分かれてるね。パイと中のクリームのあれが。うん、でもちょっとなんだろう、カスタードが勝ち続けて。うん。カラメルのほろ苦さがない。まあでも、うん、あれじゃない、クレームブリュレ自体もそんな感じ。まあ、うん、でもなんかもっと上のパリパリが欲しかった、うん、あ、確かに味は美味しいんだけどね、うん、うん、もうちょっと糖分アップでも糖分もうちょっと上ね、砂糖かけて焼いてくれてもいいかも。そうだね、うん、なんかついてたんだけど、何これ、おまけ、おまけ、え、てかすごいちっちゃくない?かわいい。すごいかわいい。
3個分みたいな。なんか溢れてきたんだろうね、これクリームが。いや、クリームじゃないと思う。これパイ生地の方だと思うよ。そうなのかな。うん、うん、これ美味しい。そうなの。美味しかったよ。へえ、はい。多分あれだね、他のやつを焼いた時に溢れてきたやつがついてあった感じだね、うん、はい、ということで今回はパイの実クレーはい、ということで今回はクレパイの実のクレームブリュレ、言えてないけどいい食べてみました。どれでしたか、うん、止まらないね、うんうん、美味しいよね。美味しかった、うん、食べてみました。どうでしょう、うん、美味しかったというわけで、はい、皆さんもね、よかったら食べてみてください。はい、うん、うん、キャッチした。お、うん、ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。パイの実だから。うん、そう。